三笠宮隆人親王、三笠宮隆人親王、三笠宮隆人王、郎。1915年。大正四年十二月二日から二千十六年。平成二十八年十月二十七日は、日本の皇族。歴史学者、古代オリエント史。大正天皇と帝名皇后の第四皇壇子、称号は墨宮。お印ししは若杉。三倉井は親王。 皇室天般における継承は殿下、君党は大空に。陸軍軍人であった最終階級は陸軍少佐。昭和天皇は二位、長兄、上皇は老い、近上天皇は大井にあたる。1915年、大正四年十二月二日、大正天皇と帝名皇后の第四男子として誕生。三人の兄は何も皇太子の男子として生まれ、 早くから、高村御殿に引き取られて養育されたが、高人新王はすぐ上の兄である、信人新王から10歳年下、長兄、皇太子、広人新王から14歳年下となる橋を、手元で育てたいという両親の意向が貫かれ、御所で育てられた。学習院初等科、中等科を経て、1936年、昭和11年に、陸軍士官学校、 第48期、陛下、騎兵を卒業。陸士在校中は、辻正信が自ら願い出て、教育を担当した。辻とは後に、同じ市が派遣軍で勤務している。在校中の1935年、昭和10年の青年式に伴い、三笠宮の宮号を賜り、同時に大勲位に助せられる。陸軍騎兵学校を経て、士官候補生時代に指定された現代たる。 騎兵第15連隊で小隊長、続いて中隊長を務めの地に陸軍大学校第55期を卒業する。1935年昭和10年に成人したことに伴い貴族院議員となる。下記の通り、活動実績はあまりないが、1946年昭和21年までの11年間に及んで議員、貴族院議員の職を務めた。 旧憲法下では、皇太子と皇太孫以外の皇族議員は、満二十歳になると同に、自動的に貴族院議員となることや、青年男性の皇族は原則として軍人である。ことから、皇族議員が議事に加わることは稀であったため、活動実績がないことは、皇族議員として一般的である。1941年、昭和十六年十月二十二日、死者区、 高木忠しの次女ゆり子と結婚。ともひとしら三男次女を設けた。1941年、昭和16年12月8日の太平洋、戦争開戦後、陸軍隊時代の1943年、昭和18年1月から翌1944年、昭和19年1月まで、コードネーム、若杉、聖は印にちなんで作られた都市。 南京市の品派県軍総司令部に勤務。三笠宮は、日本軍は、中華民国との戦争が長引き戦闘が、泥沼状態になっており、軍機が乱れている者が一部いることを深く反省すべきであると、は春総司令官に言い、対中政策のブレーキ役となった総司令部は、着任に際して、部隊内に通達を出し、勤務中の接遇及び食堂での食事の際の、 霊偶について周知している。若杉の正体は陸軍省上層部に秘匿されていたため、部内にはかなり後期まで若杉が三笠宮であることを知らない者も,も多かった。死な派遣軍勤務中には中国語のエキスパートであった通訳の木村達夫から中国語と中国事情を学んでいる。また、中国共産党の八祖寺軍に興味を持ったことは、 後のオリエント考古学への関心に影響を与える。その後、大本営参謀に転出。日本帰国後、戦争終結を模索し、同僚の角田チェ陸軍小皿と共に、東条内閣打倒のクーデター計画を立てるが、東条秀樹暗殺、主戦派数百名大量粛清など、その過激な内容に躊躇し、自ら憲兵隊に通報。角田らは逮捕され、 クーデター計画は未遂に終わった。成功時には、品派県軍総司令官の職に就く予定であったと、言われる、角田事件。事件への関与は明白ではあったが、不問に付され、1944年、昭和19年9月、願い出て、陸軍機構本部付けに移動。角田はじめ他の将校も軽い処分で済まされた。こうした経緯があったためか、1945年、 昭和20年4月に、朝廷、昭和天皇に対面をお願い出た時には、何を言うつもりなのかなと、天皇が不安があったとも言われる。終戦時の階級は、陸軍少佐、航空総軍参謀であった。1945年、昭和20年8月12日に、皇族会議が招集されて、昭和天皇が終戦の決意を語り、三笠の宮は、忠実に実行したいと語った。 8月13日に、陸軍大臣アナン・コレチカが、昭和天皇に徹底抗戦に本心させようと、三笠宮に説得を願い出たが、陸軍は、陛下の大囲後心に反すると断り、アナンを叱責した。三人の兄たちとは、年齢も離れた4男であり、後位継承の可能性が低かったことから、かなり自由な立場で行動した。1946年、 昭和21年5月23日、貴族院議員を辞職。1947年、昭和22年4月に、東京大学文学部の研究生となり、歴史学を学んだ。専攻は、オリエント氏。1955年、昭和30年には、東京女子大学で講師として、教育にあたり、一般人に混じり学生食堂でうどんをすすったほか、 青山学院大学、専修大学、天理大学、拓殖大学でも教団に立ち、日本オリエント学会の会長も務めた。1968年には翻訳した、青少年大学、ジャック・フィネガンチョ、岩波書店が第4回日本翻訳文化賞を受賞している。1979年、昭和54年、井出光佐造。 出光高山創立者の協力を得て、東京都三鷹市に中近東文化センターを設立し、同センター総裁を長く務めた。また佐蔵が中心となって進めた福岡県宗方市に、鎮座する宗方大社診療、沖野島祭司遺跡の調査が行われた際には、立ち会っている。この時に、宗方大社沖津宮の前に、牧の木を植樹している。2006年、 平成18年に同センターと書室がリニューアルオープンした際にはその功績を記念して三笠宮記念図書館と命名された。1991年平成3年にはフランスの非文文芸アカデミーの外国人会員に就任、また1994年平成6年6月にはロンドン大学東洋アフリカ研究学院の名誉会員に就任した。 1950年代後半から、紀元節、神武天皇即位紀元に基づき、初代、神武天皇が即位したとされる、西暦紀元前660年2月11日を、日本建国の日とするの復活への動きが、具体的なものになってくると、高校学者、歴史学者としての立場から、神武天皇の即位は神話であり、史実ではないとして、神話と、 史実は切り離して研究されるべきと強く批判し、積極的に紀元節復活反対の論人を張った。変著、日本の明けは、この時に刊行されたものである。このため、赤井宮様とあだ名された。一方で、復活を推進する人々は、三笠宮を激しく非難し、中でも、里見岸親のより周一は、三笠宮を無責任、非常識、 左翼と批判し、皇族の身分を離れることを要求する著作を公けしている。右翼団体の構成員が宮邸に押しかけて面会を強要した事件も起きている。結果的には、紀元節という元来の故障は使用されなくなったものの、国民の祝日の一つとして、2月11日を建国記念の日とするということが制定された。90歳前後あたりから、 心臓の総棒弁に異常が見つかり、たびたび相棒弁閉鎖不全で入退院することがあった。2012年、平成24年6月14日に、長男の肝心心脳の連想の儀、葬儀に出席した翌日の6月15日に体調を崩し、聖路加国際病院に入院した。当初は過労によるものと診断され、 一週間の入院の予定だったが、相互弁閉鎖不全のため心機能と血圧が低下し、改めてう血精神不全と診断された。7月2日には集中治療室に入り、7月11日に川添公平による手術を受けた。その後再び集中治療室で治療を受け、8月31日に退院した。11月21日には、 高窓の宮邸で行われた三男の高窓の宮、の人新郎十年式年祭礼者祭に出席し、退院後初めて公の場に姿を現した。2014年、平成26年6月17日に行われた、次男の京急義人親王の連想の儀では、孫である、友人親王第一女子の秋子女王が、模主代理となり、三笠宮は、車椅子で三列し拝礼した。 2015年、平成27年12月2日、記事、万100歳を迎え、同時に、確かな記録の残る皇族としては初めて100歳となった。2016年、平成28年10月27日8時34分、東京都中央区の青路加国際病院で心不全のため皇居、去年102、皇位継承順位は第5位であった。 11月4日、葬儀にあたる連想の儀が、豊島岡墓地で行われた。墓主は、百合子妃が務め、司祭長は、自身が名誉総裁を務めた、日本、トルコ教会の東延期生常任理事が務めた。天皇、皇后は官令により参列せず、使者として、河内近夫寺従長が拝礼した。国別式にあたる葬場の儀には600人が、当日行われた。 一般参拝には、1335人が参列した。午後、新宿区内の落合祭場で仮葬され、豊島岡墓地にある、漢人神,神皇、桂宮城人親神皇、高窓宮の人神皇の墓の近くに埋葬された。1935年、昭和10年に、満20歳に達し、男子の皇族であるため、貴族院令の規定により、自動的に貴族院の皇族議員となる。 皇族議員であるため、普通選挙を経ずに議員となった。上記の通り軍人としても活動しており、軍人の政治的関与を好ましくないとする慣例や、皇族議員はほとんど貴族院に出席しないことから、実際の議員としての活動はほぼ見られない。1946年、昭和21年10月29日、通密院本会議において、 日本国憲法制定の採決が行われた際、GHQ によるマッカーサー憲法であり日本人の手によるものではないとして採決を棄権した。一方で日本国憲法第9条の非武装中立については指示した。また、所在が明確かつ存命であった最後の貴族院、議員経験者であった。二人の兄である秩父宮と高松宮は、 子供がいないまま皇居したのに対し、三笠宮は長兄である昭和天皇同様に多くの子供に恵まれた。しかし、敗戦後は、発足の遅かった三笠宮家は、七分宮、高松宮両家よりも資産に恵まれない中で、多くの子を育てざるを得ず、皇族としての格式を保つには苦心があった。三笠宮の子孫は、女性の比率が高い。 他家に突に民間人となった二人の皇族外の即女に生まれた孫は四人中三人が男性であるが、三人の親王のうち結婚した二人と革新王人の間に生まれた系人の子は皆女子であり、男子の孫は一人も生まれることなく、皇族の身分を有する者は女性のみで、現行制度では三笠の宮家を継承する資格がない。その上、第三男子。 高窓の宮のリヒト新が2002年、平成14年に、新出細道による、急性心不全で抗挙。長年にわたり、癌を患っていた第一弾子、肝認新脳も2012年、平成24年に多臓器不全で隠れ。さらに、第二弾子、慶久義人新脳も2014年、平成26年に、急性心不全で抗挙し、三笠の宮は、自身よりも、 若年の男子三人全員に先立たれる不幸に見舞われた。そして2016年、平成28年に、三笠宮自身も公居し、三笠宮家の廃絶が確定した。公居の時点で、孫が9人、内皇族女子三人、婚姻により、皇籍を離脱した女子二人、総尊が4人いた、4人とも最年長の孫、この枝田広の子。 京都家族の山本実洋子策の罰として、育てられた奈良園小寺門跡、山本青山、1916年、大正5年から1995年、平成7年、俗名を、いとこが、実は、三笠宮の双子の妹だったと、川原敏明が主張た。これは1979年、昭和54年に、週刊大衆に掲載された。 国内庁側は無視していたが、1984年、昭和59年1月になって再度取り上げられ、今度は大きな話題となったため、同年1月20日、この説を全面的に否定する声明を発表した。河原に対し、山本本人は直接、デマですと否定し、また河原に有力証言者とされた、末永正夫は、証言そのものの存在を否定した。河原の、 皇室が双子を意味嫌うという主張に関しては、近代以降も、伏見宮家の厚子女王、友子女王姉妹、1907年、明治40年生が、双子として生まれ、共に成長した事例があり、宮内庁も、反省として挙げた。三笠宮夫妻も後年になって、母宮、定明皇后とその時代、工藤美代子著、中央公論新社中のインタビューで、 二子説を否定した。なお、三笠宮の兄である、高松宮信人親王による、高松宮日記昭和15年11月18日上には、15時30分、窓か寺し寺らき、お墓にまいて、お寺で、す子、山本青山と名をかへていた。25になって、大人になったとある。窓か寺寺寺は、高松宮が祭子を継承した。 アリス川の宮ゆかりの寺院である、山本青山が高松の宮から安子と呼ばれる特別な人物であったことがわかる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。